はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は180度開脚9日目になります。あと2日です。皆さんね、どれぐらい柔らかくなってるでしょうか。よかったらね、コメントにどれぐらい今いけるよとか、何度ぐらい広がるよっていうのを教えてもらえたらと思います。ではまずね、行きましょう。はい、まずね、股関節を内側に倒していく動きです。足首をね、バイバイする感じでやっていきましょう。ストレッチはね、のんびり、体が温まっている時にのんびりやることが大事です。リラックスしてね、皆さん一緒に身を見まねでやってもらえたらと思います。もうこのね、9日目10日目ってなってくると、この股関節をしっかり前に倒す、体が前に倒れてなくても、つま先をね、内側にやるっていうことが、これができないと、もう最後のね、残り20度ぐらいがいきません。もうこういう感じになっちゃいます。これつま先浮いてるとこうなっちゃいます。で、この最後のこの股関節が大事です。このしっかりね、股関節を動かしていきましょう。で、結構このね、筋肉が伸びても股関節っていうのはやっぱり筋肉ではないので、リハビリみたいな感じなので、しっかりね、この股関節の可動域はちょっと無理をして、痛いのを少し我慢してね、広げてもらえたらと思います。ゆっくり体を回していきます。しっかりストレッチはね、自分が伸びるなっていう角度を見つけて伸ばしていく感じです。どこが広がるかなというのを探して、硬い部分でしっかり伸ばすと今大切です。で、今度は左右に、つま先はしっかり上げたままです。つま先しっかり上げると、ふくらはぎ痩せにも効果的です。で、今度つま先伸ばして同じようにいきましょう。ストレッチもね、お風呂上がりにやると少し汗出ますんで、お風呂の前後はね、しっかり水分補給してください。はい、今度は膝片方も上げてね、股関節を動かしていきましょう。もう毎日やってると、だいぶ筋はね、足の裏の筋はだいぶ伸びてきてると思うんで、股関節をね、この9日目は最後にしっかりやっていきましょう。しっかり体倒しながらね、股関節少し痛いの我慢していきましょう。体を回しながら。よし、反対。しっかりね、股関節を。体をこっちに倒すとね、少し痛いんでね、その痛いところの可動域をね、ぐっと広げていきましょう。この痛いのがね、ちょっとね、慣れるまで、この筋肉が硬くて痛いんじゃなくて、股関節がね、骨が痛い感じなんで、ちょっとリハビリに似てるんだけど、あんま痛めない程度でね、頑張ってもらいたいと思います。よし、 OK。 あー、じゃあ少し叩きましょう。股関節叩きましょう。で、今度は足をね、こういう感じで内ももを床につける感じで股関節ひねっていきましょう。これは体がね、こうついていかない方がいいです。体を止めて足首だけやっていきます。はい、反対。内ももがね、床につく感じで股関節をね、前に倒せれるようにストレッチをしましょう。よし、 OK。 今度はね、膝を折り曲げて前のももを少し伸ばしましょう。ぎゅーっと伸ばします。反対いきます。折り曲げて上を向いてぎゅーっと伸ばします。はい、今度は足をね、真お尻のところじゃなくて、この横に折り曲げます。ちょっと足をね、横に出してもらって、これで股関節をね、動かしましょう。力が入っちゃう場合はこういうふうに軽く叩きながら、内ももをね、ペタペタとつけましょう。この時にね、お尻とかも少しね、ストレッチになりますんで、しっかりこの辺力が入らないように、よいしょ、やっていきます。お尻の下に足を折り曲げるんじゃなくって、
外ですね。で、足を動かします。これもね、少し痛いと思うんですけども、ちょっと痛いの我慢していきましょう。股関節にね、力が入らないようにゆっくりやっていきましょう。よっしゃ、OK。 はい、今度はね、寝たままでいいんで、膝をね、膝で丸く感じで股関節を動かしましょう。この股関節の動きがね、しっかり慣れてる人はね、こうやってやってもゴリゴリ言いませんから、ゴリゴリ言わなくなったらね、しっかり開脚が楽になります。はい、今度反対回しです。できるだけね、膝はもう床水平ぐらいまで開いて前に持ってきます。大きく円を描いてください。よっしゃ、はい、反対行きましょう。しっかりね、丸を描いてください。おっとっと、こういう感じです。はい、反対も行きましょう。床ギリギリの水平で前に持ってきます。少しね、ゴリゴリっていう人はしっかり回してください。できるだけ大きく丸を描いてください。はい、OK です。はい、今度はね、皆さんこれは痛いよって思ってるかもしれないですけど、この体勢から足横に広げてって、膝の後ろに足首で、これで一気にね、いきましょう。ぐっぐっと、これ結構ね、痛いと思うんですけども、頑張ってください。もうこの内ももがね、床につくぐらいまで、これぐらい、これぐらい広げれるように頑張ってください。結構これバランスもね、難しいと思うんですけど、しっかり胸張ってね、広げましょう。はい、OK。 よっしゃ、これ結構痛いんでね、やっぱりね、股関節叩きましょう。今ので少しね、股関節痛がってるんで、体操座りして、これでしっかりね、縮まってください。そしたら股関節が少し楽になりますんで、こういう感じです。できるだけ足を近づけて縮まってください。はい、 OK です。はい、今度はね、立っていきましょう。つま先しっかり上げて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、つま先伸ばして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、反対いきましょう。つま先を上げて前屈です。3、4、5、6、これをやっとけばね、横の開脚じゃなくてこの伸脚もね、できるようになりますんで、はい、つま先伸ばして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、よっしゃ、はい、反対いきましょう。今度はね、しっかり足の甲がつけて、できるだけ体を引っ張ってください。ぐーっていきましょう。この時に体をね、こっち向きたくなるんですけど、できるだけ前足の方に胸が向く感じで、この股関節をね、引っ張ってください。ぐーっ、はい、反対。これでね、胸を前向けてぐーっと引っ張りましょう、こっち側を。はい、OK。 今度横行きましょう。まずは8部で前に行きましょう。つま先もしっかり前向けながら行きましょう。5、6、7、8、9、10、 OK。 で、今度体をね、しっかり前に体重をして、できるだけ足の内側がね、下に向く感じで、これで揺れましょう。痛い場合はね、しっかり前に体重かけてください。痛くない場合はね、徐々に手の力を抜いて股関節に体重乗せましょう。ぐーっと置きましょう。これでしっかりね、バランス取りましょう。これで足がこう前をね、向かせれるようになってくると、もう体をね、前に倒したら180度いきます。よいしょ、 OK。 少し叩きましょう、関節揉んで。OK。
OK。はい、今度はね、寝ましょう。はい、足をね、こっちに持ってきて、上半身こっち行きましょう。ぐーっと自分で手で押さえながらね、息吐きます。反対です。体をね、しっかり横向いて、足を置いて、手でね、膝を押さえて、体はしっかり反対です。OK。今度はね、内転筋を伸ばします。ここから、手をね、足の横について上伸ばしましょう。ぐーっといきましょう、ぐーっと。はい、反対いきます。足の横に手をついて。ぐーっといきましょう、ぐーっと。OK。で、ここから今度はね、つま先を上げながら、いきます。その時に、ももが胸についたままです。ももが胸についたまま、前屈です、これで。これでしっかりね、膝の裏とふくらはぎを伸ばします。はい、反対いきます。まずはこういう体勢で、ももに胸をつけて、手をついて、これで、しっかりね、つま先を上げながら、ストレッチをしていきましょう。はい、OK です。はい、今度は足の裏を合わせていきましょう。しっかりね、かかとを手前に引き寄せて、足裏します。股関節をね、しっかり動かしていきましょう。だいぶ温まってきましたかね、体がね。よっしゃ。はい、足少し前に出します。で、動かしましょう。よし、今度は足を押さえながら、足にね、胸がつく感じでしっかりいきましょう。ぐーっと前に伸びる感じです。ぐーっと。はい、しっかり息吸って、息吐きながらいきます。OK です。もう一回寝ます。今度はね、あぐらを組んで中に手を入れて、すねを持ってね、ぐっと引き寄せます。股関節とお尻のストレッチです。ぐっと引き寄せます。はい、緩めて、息吸って吐きながら。ふぅ。ラスト。はい、反対いきます。この息吐いてなくなるときに、なくなる瞬間にキュッとね、力を入れましょう。息がなくなるときにしっかり伸びますんでね。息がなくなるときにキュッと。いらっしゃい。はい、お疲れでした。皆さんね、お風呂上がりにやると少し汗が出ますよね。これでね、しっかりね、体クールダウンさせて寝ると。そうするとね、体がこう、筋肉が伸びてリラックスした状態で眠りにつけるので、寝る前にね、毎日やること。まあ、お風呂上がりのね、温まってる時にやって、ストレッチをして、そのまま寝ると。そういった感じがね、しっかり次の日の翌朝にストレス発散になってますんで、ぜひ皆さん、よかったら頑張って継続してください。また10日目を楽しみにしておいてください。今日もご視聴ありがとうございました。